クルセイダーズはスーパーラグビーに参加するニュージーランドのラグビーチーム。本拠地はクライストチャーチのラグビーリーグパーク。クルセイダーズダイブルズの試合1996年創立。ニュージーランド南東上部に位置するブラー、タスマン、カンタベリー、ミッドカンタベリー、サウスカンタベリー、ウエストコーストの各ラグビー協会所属選手とドラフト選手から選抜され、 編成されるチーム。スーパーラグビーが開催される毎年2月から7月までの期間限定チームであり、スーパー12、スーパー14を合わせ、歴代最多優勝10回を誇る。2000年までカンタベリー・クルセイダーズと呼ばれた。チームカラーは赤と黒。選手層が厚く、地元地域から優秀な選手が多く選抜され、ドラフトによる選手獲得は少ない。 毎年ラグビーニュージーランド代表に多くの選手が選抜される。2000年から2008年シーズンまで名称ロビー、ディーンズがチームを指揮した。ディーンズ在任中に優勝5回。2008年から2016年シーズンまで元オールブラックスキャプテンのトット・ブラックアダーがチームを率いた。2017年シーズンから2年契約でスコット・ロバートソンがヘッドコーチに就任。 1中1996年シーズンから2005年シーズンまでは、スーパー12での成績。2006年シーズンから2010年シーズンまでは、スーパー14での成績。2011年シーズン以降は、スーパーラグビーでの成績。2020年シーズンは、スーパーラグビーアオテアロアでの成績となる。2021年のスコットは次の通り。ありがとうございます。